かが言ったとか今発火されてましたね。でも見えたかな。今みたいにね、その鳥のくちばしのようにトランカーを口を上手に使って木の実や木の葉を散りばめて食べる草食の恐竜なんです。さあ、恐竜たちがお散歩に来てくれました。今この広場にいる恐竜、トリケラトプスの親子と肉食恐竜のラプトルです。この子たち、まだいろんな人に触ってもらうことには慣れていません。今日はぜひその場で大きく手を振ってみたり体を動かしたりして恐竜たちと一緒に遊んであげてください。近くで見るとすごい迫力だね。みんなね、ママのお顔の大きな角には気をつけてくださいね。さあ、カメラを持っている皆さん、大きな恐竜が遠くにいるときは全身のお写真を撮るチャンスですよ。特にね、トリケラトプスのママ今ね、約5メートルあります。目の前に来るとなかなか全身収まりません。ちょっと離れたところにいるときが全身のお写真を撮るチャンスですよ。恐竜たちはね、私たち人間みたいに上手にポーズを取ることができません。